こんにちは、三品浩平です。ちょっと外なので小声で行きます。今からオーシャン東京のある店舗に行って、急にセットを頼んでみようかなと思います。寝癖のまま来ました。おはようございます。どこの店舗行くんでしょうか。パーマかけたらアイロンはしない方がいいですか。パーマの持ち考えたらできる限りしない方がいいです。じゃあこの方のところに行きます。くつろいでます。セットして、セットして、やりましょう。ちょっと濡らすまでどっか席を作ってもらおう。席すぐ作って。あらすっぴん、すっぴんだから。すっぴんだよ。営業前です今。こっちでいい？じゃあちょっと陽介に質問返しでもつないでもらって。髪を。場をつない。これマスクしてない方がいいですか？営業始まる前。ああ陽介さんか。すいません僕です。これめっちゃ逆光かもしれない。うん、早っ。髪が硬くてうまくアイロンがつきません。どうしたらいいですか。先にユニバーサルハードスプレーを薄くつけてみてください。結構多分いい感じになります。頭でっかい人に似合う髪型は何ですか。どこがこう大きく張ってるのかっていうのにもよるので、ちょっとその見てからカウンセリングして決めます。おはようございます。こんにちは。ヒゲ生やしてるんですか。ヒゲ生やしてます。得意なカット、得意なカット全部得意です。安定だな安定だな。ありがとうございます。一番嬉しい言葉だぜ。おはよう。最近のおすすめの髪色、最近のおすすめの髪色は暖色が人気です。僕のお客さんはオレンジとかすごい人気ですね。拓也さんに似てきた。そうですかね、よく言われます。高木さんに似てる、高木さんに似てるばっかり来るね。すごい。難毛でおすすめのワックスはクレイがおすすめです。そのシュプリームの帽子の値段は通常通りです。7000円ぐらいじゃないでしょうか。波打ちの跡がつくコツを教えてください。ストレートアイロンでやるときに波打ちすると、なんて言うんだろうな、結構こう自然に流れるようにアイロンを内外内外って入れてってあげた方が、止めずに入れてってあげてください。そうした方が絶対綺麗になります。波打ちのアイロンは止めちゃうと折れちゃうから。緑を維持するには何をしたらいいですか。髪色かな、髪色の緑維持するのは、まあムラシャン使っておくのが間違いないですね。ストッパーしたらセットしにくいですか。ストッパーをかけた人のストッパー力によります。僕がやったらやりにくくないです。スプレー店舗以外で買えないの。買えますよ。難毛でおすすめのワックス、さっき言いましたクレイがおすすめです。
ミルクティーベージュってブリーチしますか？ブリーチした方が綺麗になります。昨日襟足ありがとうございました。上条くんこれも見てんだね。結構ちゃんといろんなところに顔出すタイプだね。これも見てるんだ。 OK。 結構逆光かもしれないです。場所変えます。あ、場所変えようかな。逆光っぽいですよね、うん、ちょっと逆光っぽい。変えます。こっちでいい？はい。あ、ごめんね、歳出さん。あ、南さん？南さん、すっぴんなんで顔出しやらしいです。あんま変わんねえけどな。やべ、西野さん説も超絶久々。ちょ、もうやばい、トロトロだよ、毛。なんかサニーっぽい感じで、じゃあサニーっぽい感じ、うん、サニーっぽい感じですか、うん、アイロンとか使った方がいいですか？どっちでもいいよ。まあ、使って、うん、尺的に使ってもらった方がいいかも。わかりました。センターパート的な感じとかでもいい。あー、なるほど。ちょっと長く足んないかな。いや、いけます、いけます。いやもうそんな起きてから立ってないですか？立ってないね、今日。今お店で僕ワンピース見てたんですよ。あの無料配信してるんですよ今。なんかあのエピソード系のやつで、うん、エピソードイーストブルー編見てたの。だいぶこれ撮影してる。センターパート似合うかな。いや、いけますね、これは。若干残ってる、ややこしいぐらいに、うん、質問は陽介が答えるので質問じゃんじゃんください。兄弟揃って赤髪みたいです。やります。絶対やらないです。兄弟揃って赤髪は相当キモい。今だとそんな赤っぽく見えないよね。まあまあ、あれればじゃあ一緒の、あ、コンロですか、うん、コーンローやります。僕でもハードツイストかけようと思って。ハードツイストの後の坊主にしようとしてたんです。坊主もやばいわ。坊主やばいっすよね、うん、反省してるみたい、うん、一回髪の毛リセットしないと、ま、マリモになる。また結構やばいっすよね。でもどこの時計ですか？だって時計はロレックスです。さすが。時計とか気になるんですね。今店長代表です。サニー店、サニー店の代表をしてます。今年も前下がりは流行りますか？前下がりはまあ流行りですね、うん、ずっと流行るんじゃないですか？ずっとだそうです。あ、春にプラムブラックってありですか？ありです。全然なしじゃないです。なんか暗めの方が最近すごいセンターパートのスタイルとかすごい流行ってるんですけど、うん、なんかちょっと暗めプランブラックぐらいのちょっとこう光に当たると紫っぽく見えるぐらいの色でセンターパートとか結構セクシーなんじゃないですか？エロかっこいいの人は暗めね、うん、結構いいと思います。耳かけってありですか？耳かけ、まあ結構好きな人多いっすよね、うん、耳かけってね、なんでかわかんないけど、ずっと常になんか耳かけってあるんですけど、なんかそれだったらもう結構伸ばしちゃった方がいいんじゃないかな。飲み上げの部分だけ伸ばして耳かけするぐらいだったら全体的に伸ばしてやった方がかっこいいんじゃないかなとは思いますけど、うん、西野さんコンテストに出なかったんですか？あ、すいません、一作品も出しません。コンテストに出なかったんです、うん、ミルクティーはブリーチ何回ですか？1回からできます。どんどん薄い感じというか、まあミルクティーのミルク成分を多めにしたかったら回数重ねればより薄い感じになりますけど、ちょっと茶葉多めの感じだったら1回からできます。
お二人は美容師歴何年ですか？西田さん11ですか？僕10年なんで、11年と10年1個差です。1個差です。僕はこれ31です。で32、あっという間だったな。31とか32って結構やばいっすね。結構結構やばい。結構遠い感じで思ったけど、どうすか、好きな女性のタイプ教えてください。好きな女性のタイプ、束縛しない、サバサバしてる、ちゃんと仕事してる、さっぱり系。さっぱり系ですね。とにかく縛らないでほしいですね。甘えん坊じゃない方がいいんだ。甘えん坊じゃない方がいいです、ちょっと甘えられてもそんなに対処しきれないみたいです。放っておいていい人が、自立してる人がいいです、陽介さん怒ったら怖そうだって。あ、怒ったら怖いんじゃないですかね。高校時代が一番怖いです。まあまあこ怒るタイプだよね。ちゃんと怒ります。高校の中では、普通に怒ります。怒らないことは優しさじゃないと思って、間違いない、だってよ、普通に怒られまくってるね、彼らは。怒られまくってるみたいです。怒られまくってます。サニー広いんですか？サニー広いね。サニーって広く感じるって言われますね、広い。そんなに席数はないですけどね、その B にいけてますね。ありがとうございます。何 B に？服？これです。ああ。やっぱ、Supreme ってすごいですね。すごいね。誰でも食いついてくるね。この一軒であんま並んでないのかなと思ったら、めちゃくそ並んでるね。普通に並んでますよ。ビビった。あれで出ちゃったらどうすんすかね。どうすんだろうね。営業停止。営業停止になっちゃうんじゃないですか。サニーに対しての質問、じゃあサニー店に対しての質問あれば、1個目、野球好きですか？野球好きですよ。僕スポーツ何でもいけますからね。見る派？見る派が好きってこと？あ、いや、見るのもそうですけど、僕も昔ソフトボールやってたんで、僕も高井さんも。え、何部活で？あと、なんていうんですか、地元の少年団みたいなやつで。受ける。親父がソフトボール教えてたんですよ。ああ、そうなんだ。ああ、ぽくないね、お父さん。あ、そうすか、あの人何でも運動するんですよ。細いからなんか運動全般やるんで。サッカーやれなかったですけどね、サッカーやれなかったのにサッカー部に2人とも入っちゃう。ウケる。おーちゃん怖い人ランキング、誰だろうね。使命かけじゃん。見た目だけでしょ。使命かけじゃないですか。リキも怒ったら怖いっすよ。怒んないっすけど。確かにね、リキ怒ったら結構怖い。じゃあナンバーワンはリキさんということ。リキが一番、ただ本当キレたら何するか分かんないのは徳永が一番キレたら何するか分かんないっすけど。サイコパス。目がやばい目してるんだよ。店舗外食で切れそうになってたな。日高にキスされそうになってた。僕の目は結構鋭い目してますからね。なんか殺し屋感。僕はジャックナイフって呼んでます。切れてないですか、分かんないです。確かに。スタッフ紹介だって。スタッフ紹介、顔仕上がってる人、顔仕上がってる人から順に。おお、来る、まさかの。誰か仕上がってないの？クリー。クリー。はい。待ってましたと言わんばかり。違う違う。クリー、自己紹介。おはようございます。アシスタント1年目の栗原です。いいよ、一発やって。え、何でも、一発やって10秒間の PR。 10秒間の PR。 自己 PR、はい、好きな食べ物は餃子です。週1でスープカレーを食べています。
全然意味わかんないですスープカレートークがしたい方はぜひはい、ぜひお待ちしておりますのでご来店お待ちしておりますそこのあ、そうです、そこの行ったことありますサマないないないですか、うん、もう20回行ってます常連グリーン、いや、グリーンカレーのとこあ、そうですあ、グリーンカレーあ、違うさラーメン、それ違うわあ、ラーメンも3回ぐらい行ってます、ね、一緒です、失礼します最初いや、ちょっと、やっぱ最初は NG でなんでですかいや、ちょっと、待って、荒れる多分絵が絵面的にちょっとダメですか。いやいいよいいよ、やっぱお前スタイリストだからスタイリストだからさ、おはようございます、すいません、閲覧数減っちゃうかもしれないです、皆さん申し訳ないです。いやいや、PR だよ、自己 PR だよ、自己 PR、 自己 PR、 どんなのが得意でどういうお客さん来てほしいです、はい、みたいなあるじゃん、はい、あなたは唯一のね、あれですから、はじめまして、サイシですサニーでスタイリストさせていただいてます。一応今オーシャンで女性専門のスタイリストとしてやらせてもらってて、まあ、結構オタクのお客様がいらっしゃってるので、ジャニオタさんとかジャニーズオタクさんとか、あと K-POP の好きな方とか、あとアニメも漫画も結構お話しできるので、ぜひ彼女さんと遊びに来てください、お願いします緊張してるじゃん、緊張して、緊張してます。 K-POP 最近すごい、お前 K-POP の話ばっかりしてるよね、はい、営業中、はい、やっぱ今女性のお客様は熱いので、 BTS とかの話ばっかり、 BTS 周りに聞こえるぐらいで、ああ周りに聞こえますよ、周りに聞こえるぐらいで声のボリュームが大きくなっちゃうので、ああオタクさんたちはぜひよろしくお願いします。好きなジャニーズのグループはだって、ずっと13年ぐらい嵐をさせていただいてます泣いちゃうねじゃね、はい、泣きました、もう活動休止でも営業中ですが泣きました。毎年クリスマスイブライブ行ってます、うん、すごいね、はい、行かせていただいてます。撮れるのがすごいんだけど、いやすごいっすよね、うん、前原宿に住んでた時さ、神宮でやるからさ、はあ、近隣の方迷惑かけるかって事前予約みたいなのあるの。へえー、そんなんあるの、あります。1ミリもね電話かかんなかった。へえー、最初やっぱすごいんだよ、金の積み方が多分そのままで違ったんで、ね、そうですね、すごい、はい、ああもうオタク業にはお金を積ませていただいてます。ああこの給料全部僕いつも売っちゃえって言うんですけどね、チケット相当高く売れんぞずっとそうですね、ああ言われてます、ね、すごいな、はい、どうやって撮るのちなみに。あ、でも普通に、はい、普通に自分の名義で入ってるんで、うん、で毎年は当たる、すごいね、分かんないですよね、はい、毎年当たる、そこだけの運が、そこにしか運使ってないです多分使うとこ間違ってる使うとこ間違ってるそうですね、確かに、ありがとう、ありがとうございました。緊張気味です、うんうん、さあ次は、次のターンは誰だ。どもり、はい、名義という人はガチだお、はい、仕上がってる。こんにちは、僕じゃないわしの東京さんにアシスタント2年目させていただいてます、どもりたくみです。こんにちは。太鼓やんないの。太鼓、太鼓ですか、うん、エイサーですか、うん、沖縄県出身なんですけれど、僕は宮古島なのでエイサーがあまり盛んではないです沖縄本島はちょっと盛んなんですけど、小学校の運動会で大体やりますけど。僕もやった、小学校の運動会でエイサーやりましたよ。ソーラン節ならやったけど、ソーラン節は中学校の時やりましたねやっぱり金髪先生世代なんで。エッサッサとか。あー、エッサッサやったんですか。やった。エッサさん昔は本店でみんなでやりましたねやったかもしれない覚えてます。みんなで謎に上裸でエッサさんやる流れあって、なんでやったのあれ、なんでやったんだろう10秒間の PR をじゃあぜひ。10秒間の PR 始めました。僕は沖縄県の宮古島という離島出身なので、沖縄に旅行したいなだとか思っている方、旅の話でもいいですし、僕個人的な趣味としてバイクやギターだったりとか、まあ、カメラで写真を撮ったりだとか、結構いろんな趣味があるかなと思うので、そういった新しい趣味を始めてみたい方や、そういった今の趣味に興味がある方、
たくさんお話しさせていただきたいので、ぜひオーシャン東京サニーでお待ちしてます。100点ちゃんとしてる100点これです面接もこんな感じだったもんね。いや、ってやっぱすごくないですか、こういう場でいきなり喋るって言って、あの最初のリアクションがリアルじゃないですか。まあ普通でああすごいな、これがすぐ出るっていうところにやっぱちょっと皆さん評価していただきたい対技術も頑張っていただきたい一生懸命させていただきます。ありがとう、はい、すげえ、ともり生徒会とかなんかやってたんだっけ。あ、そう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 、そっち強いね、やっぱね。いや、ともりってどんな場でもちゃんと喋れるっていうのは高井さんめっちゃ言ってますからね、うん。あ、そっか、セミナーとかでも喋るのか。そう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 、あいつはマジですごいって、喋れないっすよ、人前で。慣れないもんな。ああ言葉がやっぱ出てこなくなるじゃないですか、うん、あと聞き取りやすいっていうのはすごいね。ああ、そうですね、確かにもごもご系だから俺も。ああいいわ。皆さん、そろそろ仕上がってきた。全然ダメそうだね。カイドウ行けるじゃん。カイドウ行っとこはい、カイドウ、お前が大越チームを背負ってんだから。おはようございます、大越チームのメインアシスタントカイドウです。これが普通、普通、まあ普通ぐらいですね緊張しちゃってる。ちょっとやや緊張気味です何喋ろうかなぐらいの。10秒間。あ、10秒間、うん。福岡県出身で、福岡から東京に上京してまいりました。好きなものは、洋服と音楽と、特にヒップホップが好きです。もし興味ある方よかったら、一度サニーでお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。うわ、コッシーのいいところはどこ。コッシーのお子さんのいいところは、結構ふわっとしてて、なんかゆったりした感じなんですけど、すごく人のことをよく見てて、誰が何を考えてるとか、まあ、結構人一倍人に実は気を使ってるというか、うん、自分が気づけなかったようなことも気づいて、そういう時ご指摘いただいたり、下の子が悩んでることも、誰よりも気づくの早くて、それをどうにかしようっていう、まあ、なんか兄貴的な存在はすごく感じていますし、それはこの3年間で僕が見てきたものなので間違いなので、まあ、人生の悩みもそうですけど、まあ、髪の毛の悩みについても、もしお構いでしたら、一度お越しさまで来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。なんて日だって言ってほしいですね。なんて日だって。うわ、それ知ってる人いるんですか僕のその入社当時の小峠に似てるという。めちゃくちゃ似てるけどめちゃくちゃ似てる。今日はちょっと帽子の特に似てるかもしれない。それ振り切ってね、ちゃんと。なんて日だちゃんと振り切ってね。いや、これ振り切んなかったら寒いぞ。なんて、これもうなんて日だって。うん、なんて日だ。結構似てたよ、ね。うんうん、なんだけど、こうやってやんなきゃダメだろ結構似てたよ、ね。次はちょっともうちょっとレベル上げて、出させていただきたいので、よろしくお願いします。ありがとうございます。自分のことよりコッシーのことの方がしっかりしゃべる、うん、しっかり、うん、しかもすげえ内部的な。ウケる。いい人感が伝わったかも。テラハニーソーとか言ってる。テラハニーソーなんだ。カエドテラハニーソーって。出てみたいかも。海軍的ポジションだ。次誰いけるの。もう南さんいけない。お前、お前南はまだ全然仕上がってなくて。どうや。大丈夫かな。おはようございます。南チームアシスタント大熊智也です。ちょっと日高感あるんだけど。そう、なんか若干感じてるとは思うんですけど。危ないな。大丈夫。10秒間の PR だよ。10秒間の PR。うん、僕は、オーシャンで仙台の人間なんですけど、僕は。で、オーシャン東京で多分仙台僕だけしかいないので、まあちょっと後輩が入ってくることを楽しみにしてます。以上です。なんかもうちょっとなんかまだいけるまだいけるまだいけますか。まだいけるよ。いけ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 
頑張れ。南のチームを背負ってると思え。はい、そうですね。南チームは、さっきご紹介していただいた、栗原と僕ともう一人の女性のアシスタントがついてるんですけど、まあレディースもメンズもすごい可愛くかっこよくなれるの で南さんはすごいカラーがめちゃくちゃ得意なので、もう、まあ、ハイライトとか女性のそういったカラーお待ちしております。頑張った。日高感出てましたね。日高2だ。きつい。これ合宿で多分組まされるね。きっと。ちょっと近いものあるかもしれない。喋り方がぽかったね。うん、ぽいね。よし。次行こう。失礼します。コミさん。はい。あれ出来上がった。おはようございます。あんま出来上がってないですけどね。おはようございます。大越チーム2年目アシスタントの松山由美です。10秒間の PR。 10秒間の PR? うん、どうしよう。肩やってもいいよ。肩またやるんすか。マジっすか。本当にチャンス、うん、やばいっすね、それ、うん、懐かしい肩 100% だよ。いやでも、あれお前すげえよかったからね。かっこいい、かっこいい。あれやりますか、じゃあ、うん、そんなに上半身しか映んないかもしれないけど、うん、じゃあ肩とかじゃなくて、なんか突きとかそういうのでね。ハイキックいけんの。ハイキック一応いけるんですけど、すげえ多分足上がんない。冗談。うわすげえかっけえっていう感じでいきます。回し蹴りみたいな感じで。何でもいいよ、気をつけてね、怪我、はい、上がるから足。いきます。怖い。照れ。ちょっと恥ずかしい。いきます。なんかください。どういうこと。3、2、1的な的な感じで。3、2、1。えっ、ー、結構上がった。上がりましたね。結構上がった。ありがとうございます。ちょっと足広げちゃって。すごい。あれなんかすごかったんだけど、結果的にも、はい、結果的にもすごかったんだけど、あ、道田さん以外みんな笑ってました。あ、違う、あの学生の時、一応高校3年生までやってたんですけど、高校3年間は大会そんなあれだったんですけど、中学校3年間は一応1位だけ取れなくて、2位と3位とっていうのをこうちょっと交互に取って、トロフィーとメダルを6個7個ぐらいいただいた感じですね。でも型だけなので、なんかこういうボクシング的な殴り合いじゃない方ね。そう、危険な方がやってないです。すごい。あれがだってすごいっすよね、うん、あのオリンピックのやつとかでも、あれ何かっこよさ、あれは、キレみたいな、素早さと、あの綺麗さと、あと突きの強さ、なんか見てて痛そうに見えるかとか、なんかそういうなんか 美的なものが結構中心になって。プライベートで使うの。プライベートでは使わないです。プライベートで酔っ払った時にちょっと使うんだよ。ちょっと怖い。取っ組み合いとかやっちゃうんだよ、友達と。すごいね。え、冗談蹴られる。いや、蹴られて大体倒されてますよね。脳揺れるわ、冗談蹴られて。やばい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あの肩って目力とか超重要らしいんですよ。そんな細かく見られてるんだ。そうです、もうこう打った後の目とかまで見られてるらしいんですよ。なんか日本じゃない、世界一の人が日本人ですよね、男の人。わかんない。確かそうなんですよ。で、あのだから眉毛とかもう超凛々しくしてるんですよ、はい、目力強くするために。本当見せ方で作ってくる。そうそうそう。ああ。ヒデ言っときます。マジでこういう場を最も苦手とするタイプ。苦手そうだなと思って。ヒデ、ご指名だ。結構見てるよ、この時間にしては。ヒデ、1724人見てる。出すがい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 。出やすい。
こういうの貯めたらしんどくなるさっと行ってさっとやっちゃった方が絶対的に楽なんですファッショニスタこんにちはやばい父さん見る感じサニー今新井秀友ですお願いします今日のファッションのポイントは絶対的に言った方がいい場所あるだろうお前ポイントになるワンポイントあるだろう、うん、千人みたいな千人そこ言わないでどうするこれはユニクロで安いのでドラゴンボールあんま知らないんですけど知らないんだやばい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 シャルトン手まりの話しよう手まりの話しよう僕ペット飼っててテレットって言うんですけど、お客さんで何人か2人くらいいてちょっともうちょっとペレット飼ってるお客さんと喋りたいんで洋介チームでサニーでお待ちしてますお、頑張ったうん僕のお客さんでペレットを飼ってる人2人いるんですよ結構奇跡的じゃないですか、うん、いやそんないないじゃないですか、うん、ミネタぐらいあそうですねミネタのやつはあのミーアキャットでしたあミーアキャットだったすぐいなくなりましたねお油断してるやつが来たわいいタイミングチャリいいタイミング今ちょっと下ろしてるんですけど僕センターパート作るとき一回下ろして作るんですよ実は待望のスペシャルゲストスペシャルゲストの登場だじゃあボッシー今みんなあインスタライブあインスタライブ YouTube、うん、今めっちゃみんな見てるからすごい、うん、PR しといた方がいいよそう得意技とか得意技とか得意技、うん、得意技ボッシー顔がほぼ分かんないよ今の状態がすいません朝なんで朝なんで目しか出てない誰これみたいな感じで、うんすげえ褒められてたよ、さっきそう、さっきめちゃくちゃ褒められてた僕ですかうんカイドウに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 ありがとうございます終わりさっぱりさっぱり終わりかよお、セットかっこいいまだ完成してないですまだ完成してないですけどサニー、ショットやってるんでねこれミスるわけにいかない反応求めてるめちゃくちゃめちゃくちゃむずい毛だなって思ってますけど、うん、やりづらいよねただなんかこうお客さんとかからもやっぱ言われるんですけど、うん、なんかミシアさんのこう頭ってやっぱセットしやすそうですよねみたいにすごい言われるんですけど、うん、めちゃくちゃ否定しますからめちゃくちゃしづらいそうめちゃめちゃしづらいんですよミシナさんでセットをやるとなんかセット上手くなれる気がするちょいちょいむずいとかあるよねそうなんですよでもなんかそれをこうやっぱりこう普段まあセルフセットとか見てると思うんですけどそれをこうカバーするためみんな何かしらのこうやっぱ頭の、まあ、髪の毛にしても頭の形にしても多分コンプレックスって絶対あるんですけどみんなそういうのってあるもんでそれをいかにこううまくこうスタイリングやカットやらでこうカバーしていくかっていうのが問題なんでなんか自分の頭はやりにくいとかって思ってるかもしれないけど意外にみんなそういうのってあるもんなんでそこをこう相談してくれたらどうやって解消したらいいかとかっていうのをまあ僕らは言えますからねバッチシ決めてくれるんでなんか全然言ってくれちゃった方が楽だし、まあ、なるべくこっちで多分気づくんですけどそれなりの人数をやっぱりやってるんでここがやりにくいだろうなとかっていうのはある程度こう踏まえた上でカットとかしていくので全然まあ悩んでることがあれば相談してくれたら嬉しいですね美容師ってかっこいいって言いました、うん、いいでしょうカメラで頭回しをして後ろとかやっとこうか
切んないんですか。え、切りたいけど、そのタイミングが出たがってるやつがいたから。うわ、待ってたんだ。目で訴え出たからさ。待ってたんだ。俺呼べよ、俺呼べよって。待ってたんだ。しっかりセットしてあるもんな。面白いことやから俺呼べよって言ってた。今日は面白いことは今しなくていいぞ。今しなくていい。こんにちは、陽介チームアシスタントの永原です。出身は長野で、最近僕アニメ見ることにハマってて、まあ、オーシャンの中だったらイケイケどんどんな感じじゃないんで、お客さんが多分僕と結構話しやすいと思うんで、陽介チームでぜひお待ちしております。何のアニメ、何のアニメ、ちなみに。SAO とかです。ソードアートオンライン、ありしょ、ダーウィンズゲーム見てる。見てます。おさすが。他は、他はリゼロ、新しいのはまだか。まだですね。他は、他はサイコパス。あ、他は一番新しいやつ。一番新しいやつです。他は、他は俺が見てないの出るまで続くよ。なんですかね、働く細胞。うん、他は。やばい。インフルエンザの回みたいなのがあるやつね。ありました、やばい。俺結構守備範囲広いから。他だよ、他っすよ、他。ランウェイだよ。あ、見てるよ。おっと、見てる。他あれめっちゃ感動するよね。感動します。仕事してる人にはおすすめです。5等分の花嫁見ました。見たよ。あー、くっそ。俺が一番結構最近良かったと思ってる。5等分の花嫁。他は、他、他なんすかね。他、陽介さんは何ですか。俺、はい、僕は今朝、今まあ世の中がこういう状態なんで、フジテレビオンデマンドでワンピースとかの無料配信してるんですよ。知ってます？エピソード600話までだっけ、なんか途中まであるんですよ。多分ドレスローザぐらいまではあるんですけど、それとは別にエピソードオブホニャララみたいな感じのやつが今無料配信されてるんで、朝そのイーストブルー編、一番最初のやつを見てたら、ミシアさんが突然飛び込んできました。樽から樽に乗ってるぐらい。本当にシャンクスが片腕取られたぐらいです、まだ。いいとこ。ちょっと感動、一番最初の一番感動する部分ぐらいで、西田さんが突然現れちゃいました。なんであれ海王類に食べられたの。なんですかね、だからもうあの場までどうやって来たのかも気になりますけどね。倒せばよかったんじゃないかとはちょっと思いますけどね。正直に、覇気でいけちゃいそうだもんね。覇気で最初からいけましたよね、来てる段階で。いや、そこも多分きっと伏線があるんじゃないかなって思ってるんですけど、こんな話してる間に京平がフェードアウトしました。逃げたの。いや、しれっとフェードアウトしました。いや、結構あんまり西田さんがやらない感じやらないと思うなったんじゃないですか、それなりに。エッチ系。うん、エロいの来た。何これ、何これ。それはいい方なのかな。ポイントとか紹介、名前なんじゃない。名前、うん、名前っすか。そうだよ、オーダーするときにね。あーとーパーマかけてください。あーとーそうですね、ワイマッシュウェーブ、ワイマッシュウェーブ。ちょっとパクリ感ある。Dマッシュスパイラルみたいな。ワイマッシュウェーブ。ワイマッシュウェーブだそうです。ワイマッシュウェーブ、ポイントは、まあ、程よいツヤ感と、ランダムに、ちょっとこう、ゆるい感じにかかってるウェーブのスタイルなんですけど、基本的に王道のカットだったり、そんなに髪の毛長くても問題なく、マッシュぐらい の長さがあればできます。で、最近流行りのセンターパートっぽいニュアンス、かつゆるい
パーマっていうのをこうイメージしてちょっとやってみたんですけど、まあ、一番のポイントはまあここですよね。この辺、このフロント部分なんですけど、若干目にかかるぐらいのちょっとうざいぐらいの前髪、うざバングぐらいがこうちょっとしたエロさのポイント、そこがやっぱ一番大事じゃないですか。ちょっとランダムな前髪みたいなのが一番ポイントだと思いますけどね。 S あ、じゃないよY マッシュウェーブ、 Y マッシュウェーブ、はい、で Y マッシュウェーブでオーダーを、あー Y マッシュウェーブ来たらめっちゃウケるなY マッシュウェーブでお願いします。うん、いいかな、いきますよ。うん、D マッシュスパイラル来ますからね。あ、そうなの。ああ、じゃあ Y マッシュウェーブでも。Y マッシュウェーブでもいいですよ。これ全編でやっていいですよ。Y マッシュウェーブって言ったら。それ何？今きっとみんな見てるはずだから。Y マッシュウェーブってなんだろうみたいな。困っちゃうよね。動画探すところじゃなくなっちゃう。全編のスタイリスト、これぜひオーダーしてみてください。ぜひ。でも今一番旬っぽい質感じゃないですかね。うん、ああ、なんかちょっと今年はもうちょっと新しい感じを僕も作れるようにします。なんかこういう感じ、もうそろそろ僕はみんなできるようになってきたんで、次のステージ、次のステージに行こうかなと思ってます。あ、スプレーまでしちゃっていい？あ、いいっすか。うん、スプレーは今日使うスプレーはなんとこれ知ってるかな、みんな。ユニバーサルハードスプレー、こちらを今日は使います。YouTuber になりそうじゃん。いや、僕編集できないんで。だから僕だから YouTube とかそういう動画撮ってもいいんですけど、編集ができないんで、あの編集なしの僕一発撮りしかしないんで全部流す。ライブでいいですね。そうなんですよ。だからライブでその、まあ、YouTube ライブにするか、なんか最近いろいろ17とかもあるじゃないですか。ああ、今めっちゃ探してるんですよ。でも17なんかちょっと最近なんか落ちてきてるっぽいんで、うん、17なしだなと思って、フルーツライブみたいなのちょっとなんか今新しくまた作ってるらしいんですけど、まだ土壌が出来上がってないらしいんですけど、うん、じゃあそこをあえて突っ込んでみるっていうのでもなしじゃないなと思ってますよ。ライブ系だったら僕、まあ、喋ってられるんでね、うん、女の子配信があるやつなんかないんだ、Cチャンネルみたいな、うん、その辺がやっぱ強いかもしれないですね。できました、完成。サニーの場所はってきてる。場所ですか。住所言いましょうか、うん、住所言いましょうか。東京都渋谷区神宮前 1-10-23 ル・シャトーデ・フォンテーヌビル1階の2号です。どこの道って言ったらいいんだろう、ラフォーレ越えて、ラフォーレのすぐ脇にクレープ屋さんがあるんですけど、クレープ屋さん と、ABC マートの間の道、ちょっと細い道なんですけど入ってもらって、そのまままっすぐ、ちょっと先で Y 字に分かれるんですけど、まっすぐそのまま進んでもらうと、あります。左手に、はい、左手に噴水が、今ちょっとこの時期は凍っちゃうんで噴水になってないですけど、噴水っぽいのが今目印なので、ぜひ来ていただけたらいいなと思います。はいはい、という感じで今日は、はい、サニーに来てみました。はい、緊張した、マジで。こんなの超久々ですね、マジで。セットするの、じゃあちょっとサニーの PR を。ホッシー、ホッシーとミナミ、1分間の PR で。ホッシーとミナミ。出来上がった？いや、俺はもう散々やったから、今。俺は見せる派だから。PR を俺は喋るっていうよりは、今、ここに今、表現したから、あとは2人で、ちょっと言葉で。言葉で。うん。お店の。見せてやれよ。何を使う？1分間の PR で。1分間の PR。 PR 1分間の PR、 うん、サニーの魅力を。ああ、サニーの魅力、うん、導入して導入。じゃあ一応読みますね。読みますね。サニーの魅力、
うん、あ、まあ女の子も男の子も居心地のいい空間。どんな風に居心地いいの？どんな風に？あ、なんかみんなこう、なんだろう、アットホームな感じです。お客様もスタッフも。やめてそれ。どんなスタイル、どんなスタイルが推し、推しさんに。まあレディースに関しては、まあ、割と洋介さんはショートスタイルだったりとかなんですけど、ロケとかの後ろで、中継の後ろで、みなみはピンとか、ハイライトとか、カラー系を押してます。ピン、ハイライト、はい。まあ、メンズだったら全員サニーのスタイリストはちょっとふわっとした幅感スタイルとか得意です。何？やばい。大越パイセンは何が得意なんですか？僕ですか？うん、僕何でもできます。大越でも最近ね、あの細かく技術、あ、そうですね、こだわり系のやつやってるもんね。結構でも施術が好きなので、あの、まあ、ストレートとかパーマとか、まあ、カラーも得意ですけど。技術部長ですから、オーシャン東京全体の技術部長大越なんで、オーシャンの技術を今司っていると言っても過言ではない。司ってる、技術部からで、技術部からで、それ幹部会で、幹部会の最初にやつですね。技術部っていう、まあ技術のスペシャリストたちが各店にいるんですけど、その長が大越ですからね。たぶんオーシャン1いろんな係に入っている人。あ、そうかもしれないです。確かに、やたら推し喋る回すごいな。登場しますね。みなみ、推しカラーは最近の推しカラー？最近の推しカラー、うん、女の子、女の子、うん、女の子は、まあ、ちょっとピンク系とか桜、桜系。みなみピンク多いですね。僕オレンジ多いんです。とかはベージュとかね。ピンク、オレンジ、ハイライトもでしょ、うん、グレーです。グレー、はい、ハイライトすごいやってるよね。みなみハイライト多いですね。ハイライトの魅力をじゃあ伝えてよ。魅力は、うん、いけ、やっぱ、影ができるので、うん、メンズだったら束感が見えやすくなるし、うん、女性だったらなんかちょっと巻いただけでもふわっとなんか上手に負けてる感出ます。ちょっと喋れるようになるね。昔よりね。いや、喋れないです。昔は出ても来なかったもんね。無理です、無理です。画面には出なかったですね、うん、絶対、うん、無理です。こっからはちょっとあんまりいけないです。半分だけ顔半分だけ出す。はい、すごいな。ホットペッパー、電話でもいけるの？電話もいけます。あの、まあ、ホットペッパーから、あの大阪サニーのホットペッパーから、あの予約いただいてもいいですし、あの電話でも受け付けてますので、はい、まあ、今月、まあ、ちょっといろいろ今騒がれてはいますけど、あのサニーは今日も前に、まあ、元気にやってますので、あの急に やっぱ髪切りたいとか染めたいとかあれば、あの全然当日でもなるべく対応させていただけるようには、あのこちらもキャパ全開で頑張ってますので、ね、あのお電話でもしていただけたらいいなと思います。はい、はい、ちなみにオーシャン東京、大阪以外は全部徒歩圏内にあるので、道に迷ったら原宿のラフォーレあたりで電話いただければ、うん、どこ店でもある程度10分圏内ぐらい、オーバーだけちょっと遠いか、そうけど、うん、だいたい10分圏内ぐらいでは着く位置に全てあるので、分からなかったら原宿駅から神宮前から電話ください。行きたい店舗に、はい、あとなんか言おうとしたの忘れちゃった。あと来た際は手指消毒ご協力いただいてるので、ちょっと抵抗やって出してもらって、手指消毒してから来店していただくのでよろしくお願いします。お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。みんなインスタグラムやってるのでぜひフォローを。陽介、大越雄一、みなみでやってる？みなみでやってる。オーシャン東京つけてる？みなみオーシャン東京。検索していただければ出てくると思うので、ぜひフォローもお願いします。お願いします。終わります。